はようございます。たまちゃん TV です。今ですね、大分県の大分市を走ってます。この間佐伯市にですね、進水式を見る予定で行ったんですけど、自分ちょっと遅刻して見れなくって、そんで今日ですね、臼杵市の方で進水式があるっていうことで、証拠りもなくまた大分までやってきました。船がですね、前回よりも50メーターほど短いらしいんですけど、まあ、それでも多分100メーターぐらいあるんで、大きな船だと思うんで楽しみですね。今日はかなり朝早くっていうか、もう深夜に出たんで余裕ですね。遅刻はまずないでしょう、ね、もうすぐやないと、あのクレーンが見えとうとかやないかね。今駐車場に着きました。ここから歩いていかないかんったい。どこ止めたらいいとかんや。あれかいな、あ、なんか国旗がぶら下がっとうけん、多分あれですね。すげえやん、でかい。ほら、でけえよ。今造船所の中なんですけど、ほら、タオルもらった、ラッキーや。We are going to perform the launching ceremony of Buscan number 1791.We wish to commence mochimaki. Please進水いたします。早い早い。おお。おめでとうございます。サンマーキュリーはただいま無事浸水いたしました。コングラチュレーション、サンマーキュリーはランチジャンスナー。いやー、浸水式むっちゃくちゃ良かった。いや、ほんと良かった。あー、なんか楽しかった。もうちょっと水にこう、海水にこう、海に入っていくとこもですね、取りたかったんですけど、なかなか難しいですね。いやー、でもよかった。すぐ近くにですね、臼杵城ってのがあって、来る途中、桜祭りって看板が出てたんで、多分ここやないかな。ちょっと行ってみましょうかね。次はですね、もう一回大分市の方に戻って
坂の関ってどこに行きます。あーめっちゃくちゃ気持ちいい、今日最高です。関アジ関サバ通りってなんか黒ヶ浜白ヶ浜って表示が出てたんで、ちょっとそっちに行ってみましょうかね。なんやろ、こんなとこなんだ、なんかいきなり変な道に入ってった。あーでも綺麗ね。なんでどっか砂浜あるの。ホワイトピーチって書いてあるなんこれ何も営業しよらんやんね。今のとこがホワイトビーチなんかや。ちょっと白ヶ浜をGoogle マップで見たら、やっぱさっきのなんか寂れた感じのところが白ヶ浜だそうです。何が白いのかようわからんのですけど、まあいいや。黒ヶ浜は通り過ぎんごとちゃんとナビに入れました。あ、これは昆布。なんかすげえな、こいら。わ、なんか道が狭い。あ、なんかここすごい。何がすごいって、なんかあれ、道が狭い以外にな、壁っつうかあれガードレールがないまあ危ないね。でもなんかすごい。あ、ほらほら、わあ、これ車が来たら危ねえな。あ、すごいねここ。あー、ガードレールがついたびっくりした今。あ、ここほらまたない。さっきのとこすぐ波打ち際やったもんね。あれ満ちてきたら大丈夫とかいな。しけたらでも波かぶるよね。あ、なんか今すごかったな、あそこ。なんかほら崩れそうやけん道広くできんちゃろうね。あ、黒ヶ浜って書いてある。ここ日本の渚百選とかあるって、知らんかった。何があれなんかな、なんかが売りなんかな。あー、なんかふかふかで黒いってのはあれやね、確かに黒いんかな。これかいな。なんか庭に転がっと黒い石みたいやね、これね。一個持って帰ろうなんか椅子があるし。まあさっきの白よりはいいよね。あ、すごいやん。ああ、ちょっとこの草が草が多い茂っとうけん、あれやね。おりゃ。今日も四国は見えませんね。住んどったらいいんでしょうね。
やしかし今日はですね浸水式を見れて本当良かった。早起きして薄木まで行った甲斐があったです。むっちゃ楽しかった。まあ自分の中じゃあれがメインやったけんですね。まあ今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さんごきげんよう。さようなら。